はシャフ。飛んでますね。これやってんのかな。反応が早い。なんか釣り始めよりも魚の反応が悪くなってきましたね。そしたら超入られてるのかな。この辺は魚少ないのかもわかんないな。いないことはないみたいだけどね。うわ、よし、岩にはいるな。それでもそんなに大きくはないね。ですね。最初の場所からするとドライフライに対しての反応がちょっと警戒してるような感じ見せるんで、ひょっとしたら足跡の主はフライマンかもわかんないですね。あ、見えてきた。明らかに釣れた反応の仕方しますね。魚はここいるな。
っとしたら下の方は少し魚が入れてあるのかもわかんないな。この辺はネイティブエリアになるのかもわかんないな。わからないけど、でかいと思ってもこれぐらいのヤマメですね。点々がちょっと小さなヤマメですね。あんまり反応なくなりましたけど、まあ、人が入った跡があるので、まあ、早くか昨日か分かりませんけど、そのせいかも分からないですけど、ただ下の方は、まあ、言い方も素直に反応してて、まあ、ちょっとかけ損なったりしましたけど、その辺のはなんかちょっと警戒心が強い感じがしますね。ひょっとしたら途中から反応がなくなったあたりからネイティブエリアに なったのか、ネイティブに近い魚に変わったのかな。ああそれか、あのフィッシングプレッシャーのせいなのかもわかんないけどな。お、なんかやたらヘリコプターが飛んでますな。人が入ってるにせよ下のヤマメと反応が違いますな。
早いな。だと思ってもやっぱ規模が小さいからだな。またちょっと顔つきの違うのがつけましたね。
地の中にいましたね。岩長いようなとこやな。さすがに合流点はちょっといいサイズでありますね。ナイスだね。いやーとんでもない急斜面を登ってきました。スリリング、疲れました。もうちょっと続きます。